どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタはクイズミリオンネアというネタなんですけども、まずその前に愛さんから届きました。愛さん、ありがとうございます。なんやろね、下宿してるかも。なんかね、ちょっと愛さんがいろいろ送ってきてくれたんで、ちょっと発表したいと思います。まずね、夏にね、愛さんがよく送ってくれたのね、この感じね、はいはい、前回これちょっと愛さん似てるって言ったんですよ、僕は。このそうですね、ね、ちょっと愛さんとストライプを送っとったらなんとかなるやろみたいな、ちょっと愛さん似てますよって前回言わせてもらったんですよね。愛さんいろいろ悩んだ結果ね、送ってくれました。オーダーになりました。横になりましたね。そういうことじゃないの、愛さん。横になったらええっていうもんじゃない、愛さん。いや申し訳ないよ。嬉しいのよ。縦があかんから横で言っとけっていう。まあ、ありがたいね。なんかいろいろね、あの店員さんと話してくれてるらしいんですよ。ああ、なるほど。バイさんはちょっとね、言うても年齢は僕より上なんで、こうちょっと若い人の服を選ぶために店員さんといろいろ会話して、いろいろ選んでもらいましたって。ありがとうございます、アイさん。もうアイズコレクションがね、一本動画でアイズコレクションやりたいと思う。ちょっとバリエーションが欲しいな、アイさん。そうですね。結果縦か横かで終わっちゃうからね。アイさん、ありがとうございます。ということで、今回クイズミリオンネア、これね、クイズミリオネアというね、すごい人気だったミノモンタさんが司会の番組で、それをオマージュした感じで、4択の問題でよく有名なセルがファイナルアンサーっていう、ミノモンタさんが言って最後の答え決まった時にファイナルアンサーって言って正解していって1000万円をもらえるという、ということで今回はクイズミリオネアです。どうぞ。次の挑戦者はこの方です。1000万獲得できるように頑張ります。お願いします。それではルールの説明です、はい、クイズはすべて4択になります、はい、答えがわからない、もしくは自信がない場合はライフラインという救済措置があります。 ありがとうございます。 50-50 は4択の答えが半分に、半分に。オーディエンスは会場100名にアンケート、あ、お願いします。そしてテレフォンは協力者に電話をかけて相談することができます、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、なんとか1000万取れるように頑張ります。まずは1万円の問題、はい、亀を助けて竜宮城に行った昔話の主人公は誰。ああ、よかった。 A 簡単。桃太郎。いや、違う違う。 B 浦島太郎。はい。 C 博士太郎。いや、絶対違う。 D 亀助け福太郎。B か D やと思うんですよね。 B の浦島太郎か D の亀助け福太郎やと思うんですけど、いや、 B の浦島太郎で。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。あー、よかった。あー、なんかちょっと焦ったな。 D かな思った。 B やな。よかったよかった。浦島太郎。まずは1万円獲得ですが、何に使いますか。まあ1万円なんで、ゲームのソフト買いたいですね。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。続いて10万円の問題、はい、アレルギーの発現に深く関係する生理活性物質がリンパ球から産生されるのを抑制して免疫グロブリン E 抗体の産生を抑えるアレルギー性鼻炎などに用いられている薬剤はどれ。難しい。10万難しい。 A プランルカスト。プランルカスト聞いたことないな。 B ケトチフェン。ケトチフェン。 C クロモグリク酸ナトリウム。ライフライン使おうかな。 D スプラタスト。D のスプラタストで。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。いや、ありがとうございます。やった。あ、なんかありがとうございます。よくわかりましたね。いやー、ちょっと、ま、ピンときましたね。これちゃうかなっていう、なんかあれじゃないですよ。10万円獲得ですが、はい、何に使いますか。あー、僕映画が好きなんで DVD とか買いたいですね。ファインディングにも。ファインディングにも。続いて100万円の問題、次の星座のうち英語でアクエリアスと呼ばれているのはどれ。いや
ーちょっとわかんないな。いやーちょっとここはクリアしたいんで、ちょっとライフラインのオーディエンスで100人のお客さんにアンケート取りたいと思います。わかりました。では会場の100人の皆さん、正解だと思うボタンを押してください。お願いします。それではスイッチオン。いや協力せよ。いや5人しか押してへん。いや協力、いや全然協力せえへんな。わかるかこんな2と2と1やないか。いや95人、何してんねん。最悪やなこれ。使ってもうたなライフライン。いやちょっと待って、わか終わり。なんでやなんで協力せえへんねん。いやちょっとじゃあなんか水っぽいんで、もうアクエリアスっていうのが水っぽいから、ちょっともう B の水亀座でいきます。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。水亀座のあなたは今日運命の人に出会う予感。何言うてんねんこれ。いや朝の星座の星占いやんこれ。いやいらんねんこんなの。いや水、ラッキーパーソン池田ってなんやん。ラッキー池田やそれ。上路を頭に乗せてるやつやんか。ダンスしながら、いやいわあんなラッキーパーソン。ラッキー池田やったら。いやこれどうなんのほんでこれ。これで100万円獲得ですが。いや正解やったんすか。何に使いますか。やった正解やったんや。100万なんで、そうですね、ちょっと初めて株とかやってみたいですね。ファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルプランナー。次は500万円の問題。500万。次のうち3年連続で日本優先大賞を受賞したミュージシャンは誰。うわこれは難しいな。いや全員ありそうですよね。野口五郎、テレサ・テン、三木道山、X ジャパン。うわこれ全員あるな。いやまだライフラインあるんで、ちょっと答えを半分にしたいんで 50-50 使います。わかりました。しかしどう消えるかはコンピューター次第。お願いします。 50-50、はい、こうなります。いや問題半分だってどうすんねん。いや何の意味があんねんこれ。いや問題半分になったわ文字が。何の 50-50 やねんこれ。いやいや違う、問題じゃなくて答え半分にしてください。 50-50 こうなります。いや数字半分になったやん。何これ。いや野口 2.5 郎って何やねん。野口五郎が野口 2.5 郎になったわ。テレサ 5。 いや三木道山に関してはこれなんか分からへんなこれ。1.5 軌道 1.5 って誰やねん。いや X ジャパン X22 本になってる。誰やねんこれ。いやいや数字半分になってもしょうがないんですよ。答え半分にしてください。 50-50 こうなります。やる気ないんかい。なった。いやなってもわからんな。あー2分の1か。B のテレサテン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。あーやった。あーやった、テレサテンやったんや。よし。これで500万円獲得ですが、はい、何に使いますか。いやー500万なんて大金見たことないんで、ちょっと豪遊したいですね。ファッションヘルス。ファッションヘルス。さて次はいよいよ1000万円への挑戦です。1000万。しかし次の問題で間違えてしまえばゼロになってしまいます。ゼロか。もしここでドロップアウトすれば100万円獲得になります。はい、さあどうされますか。すいません、情けない話、ちょっとお金が必要なんで、1000万円の問題。聞けや聞けや。うわ行くんか1000万。公衆電話が設置された場所はど
どこ？行くの？いや、ドロップアウトしたかったな。いや、これはちょっとわからん。最後、テレフォン残ってるんで、テレフォン使います。どちらに電話しますか？実家の方で、両親が待ってるんで、両親に電話したいと思います。わかりました。はい。1000万円の問題、はい、制限時間は30秒です。はい。どうぞ。おとん、おかん頼むよ。おとん、おい、おい、売ってんで。出ろ、電話に。何してんねん。電話出ろって30秒や。何王様ゲームしてんねん、ほんで。王様ゲームすな、出ろ。公衆電話。いや、おかん王様かいな。どうでもええわ、そんな。日本で初めて公衆電話の都道府県どこや、おとん。おかん、出ろ、おかん、おい。王様にキスやるか。